早吹きの主老物小寺のは、愛媛県宇和島市にある寺院、市家、山、ビル社ナインとゴース。宗派は、新言、総合室派。本尊は、大日如来、四国八十八箇所霊場の、第四十二番札書。本尊新言、御阿弥陀雲賢場じゃらガど、番号栄華、宗も木もふつになれるふつ牧事なお頼もしき、貴竹人天台道二年空海がこの地で牛を引く。 老人に勧められて、牛の背に乗って進むと、塔を離れる際に、上の地を求めて、東に向かって投げた宝珠が、クスノキの大樹にかかっているのを見つけた。そこで、この地が霊地であると悟り、クスノキで、大日如来を刻んで、その未見に宝珠を埋め、道具を混流して改装したという、牛の背に乗ってこの地に至ったというところから、家畜死後の寺とされている。鎌倉時代は、 宇和島領主西園寺氏の母大寺として栄えた。工房大師像は昭和4年10月5日海岸の体内名が入り、名入りの大師像として日本最古のものと言われている。本堂は、教法13年に吉田藩主伊達村県が建てたものである。毎年4月19日は、当時の縁日で、本尊のだ、なお、不動堂は元の大師堂で、現代師堂の場所から移動され、 前立の大師像は、現代師道が、昭和時代になって建てられた時に共に作られた。大師道は前道と後道がある。ふっつ牧寺十三観音霊場剣道より石段を、登って、三門奥ぐれと三道は左に入るが、直進するとかやぶきの主郎道、栗がある。三道右手に、長津場があり、段を上がると左に、農協所があり、右に、不動堂を、その先に、 小徳大使堂がある。山道を進むと左手には、観音菩薩像を越え正面に本堂が左に、大師堂が立つ。本堂の右に、家畜堂。本堂右後ろに、真珠堂がある。愛媛県指定有形文化財当時の本尊。賢治元年作。法還をいただき佐都市県を結ぶ。金剛会大日如来で、造百二二十点センチメートル膝張り九十二セン 92cm、かや材。 背面に、大ぶりの円形後配がある。地方作風の顕著なものである。昭和40年4月2日、指定像内の牧所から昭和4年の作と判明する。造庫87.5センチメートル、ヒノキ材の寄せ木作り、内喰りを施したい内物が3からである。造葉は、面目も深く鎌倉彫刻らしく、意欲的ではあるが、地方色の顕著なものである。 昭和54年9月14日、指定宇和島市指定有形文化財鉄道バス道路、草芸案未、総大市草芸案未、総大市地図四国88カ所41、両高寺42仏小寺の43、赤市寺ライエビーシ一貝山の川、大変に、かえひめ新聞、2011年5月29日付9面、宇和島市ホームページ、ありがとうございます。